動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国財界の反応、ジーソミア破棄の影響懸念、高まるコリアディスカウント、ウォン暴落というテーマで今日はお送りしたいと思います。韓国中央日報の記事によりますと、青瓦台が22日韓国の軍事情報包括保護協定ジーソミアを破棄すると、財界では憂慮の声があちこちで出てきたと。匿名を求めた財界関係者は、幸福節の演説や日本政府が規制対象だった物資2件の輸出を最近許可した一連の措置を見ながら関係が少し良くなるのではと希望を抱いたが、青瓦台の今日の発表を見ると両国間に信頼がないことが現れたとし、状況がますます悪化するのではないかと懸念されると述べたと。そうですね、もう経済界にしてみたらもう何やってくれんだって感じですよね。まあ、せっかくね、まあレジストですけど2件輸出許可が出たりしていて、まあこの規制強化がそんなに影響がないかもと思い出していた矢先にこんなことしてまたぶっ壊しに来てますからね。完全にこれもうあれですかね、もう大統領が韓国を潰しに来てるのかなっていうふうに見えちゃいますよね。この後はちょっと本当に国内大変じゃないですかね。国内だけじゃないかもしれないですけどね。はい、続いていきましょう。この関係者は、第三国の立場で今回の事態は韓日関係を超えて韓国に投資したり経済交流をするときに考慮する変数とし、日本との輸出入問題はともかく安全保障問題のために韓国が持つ、コリアディスカウントがさらに大きくならないか心配だと話したと。大企業の関係者は今回の決定は衝撃的とし、現業ではまだ日本との乖離と格差が相変わらずだと考えている、ただ雰囲気のために率直に話せないだけと明らかにしたと。言えなかったんですね。この関係者は政治、外交、安全保障は打撃が減るだろうが経済界はこの影響をそのまま受けるしかないとし、経済も良くない中で日本との関係もこのようになり本当にもどかしいと語ったと。経済界は本当大変ですねこれね。はい、続いていきたいと思います。日本の一時規制対象となった半導体業界の不安感も高まった。半導体業界の関係者は日本の輸出規制局面で双方の正解がうまく解決することを望んだが葛藤がますます深まるようで不安だとし、不確実性が解消されるどころか膨らむ状況でありそれが最も難しいと話したと。別の業界関係者も幸福節の演説は、和解メッセージを伝えたが今度はまたジーソミアを破棄し予測が不可能だとし、業界の立場ではますますコリアディスカウントが強まる状況と憂慮したというふうに伝えています。まあそうですね、気になるところでいくと、韓国に投資したり経済交流をするときに考慮する変数ということで、まあこの影響で、今さっきちょっとチャートの方を見てみたんですが、すごいことになってますね。またこれ1220超える勢いで上がっていってますから、多分ですねこのまま1220を超えていっちゃう勢いですね。いやーこうなると本当にもう国内やばいですね。で、まあ機関投資家も
ね、投資分を回収しないといけないから、やっぱりこの数字を見ちゃうと売りに走っちゃうでしょうから、これはちょっと深刻な状況になってきたかもしれないですね。はい、はい、ということで、今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。